先生の先ほどご紹介した本は「都市と野生の思考というあの本で増田先生さんはあの第1回のこの AIC の展覧会の審査員をお願いした方ですし、えー、山宮先生とそういうはあのお話をされてるんで、えー、とても何と言いますかあの縁も感じてるんですけどもあのこれの中で あのアートはいつ頃どのようにして生まれたのかっていうそういう表題のショーがありましてその辺りからのお話をちょっと伺いたいなと思ってるんですけども今の話引き継ぎましてもう一つ僕の方からちょっとお話こんなこと聞きたいなということをお伝えしたいんですが <laughs> あの まずその審査員に美術の展覧会審査員になんで俺がっていうふうに多分、えー、と山際さんが、うん、なぜ俺なんかが呼ばれるんだっていうふうに多分最初はあの思われたと思うんですね。今、ねえー、でも思ってますけどね。<laughs> <laughs> あのまあ、今までの審査員のメンバーを見ていただいてお気づきになるかと思いますがあのこの展覧会っていうのは我々がの考えている美術 ってていうものを発信していきたい。で、それはどういうことかっていうとその美術っていうのはどうしても一般的にこう芸術とか美術とかっていうとなんか垣根が高くてなかなか敷居が高くて皆さん「うん、あ俺わからないからいいよ」っていうふうに言われがちなんですけども。 でその垣根をなんとか取っ払いたいっていうこともあります。その一番のきっかけはですね、私があの、まあ、学生時代、えーまた、僕はもう彫刻美術というものを勉強してきたんですけど、あの僕の知り合いがあのアメリカの大学院に留学して、えー、マスターとってあの修士を取ってきたんですね。でその時の修士の時学位賞を見せてもららったら マスターオブアーアツっってあったんですね言語学の勉強に行ったんですけど「うん、でえマスター・オブ・アーツってアートアート言語学ってアートなの?」って、まあ、あの詳しいところ僕正直言ってよく分かんないんですけどもでその時にもこう目からウロコが落ちた感じがしてあ人間の営みその言語学にしろ経済にしろ、まあ、いわゆる日本でいう文化系ですかねその辺のことは全部アートなんだと。 いうふうに捉えればいいのかなと思って僕はその時からその美術とか芸術というのの垣根が僕の周りではスポンとなくなっちゃったんですね。その辺のことを皆さんにお伝えしたくってこの展覧会企画した時にもうとにかく審査員の方のよく美術の展覧会はもうどっかの美術の館長だとか大学の美術の教授だとか評論家だとかもう専門職の人ばっかりで。 いや、そうじゃないだろうっていうのは僕の中でずっとありまして。で、今回、えー、この企画が立ち上がって、実際やることになったときに、えー、例えば、鷲田さんを呼んできていただいたりとか、ダンサーとか建築家とか、まあ、前回なんか、あの生物、分子生物学ですか、福岡新一先生、えー、なんか、あのとてもニヤニヤして、嬉しそうに審査していただきましたけども、まあ、そういう人のその目が、僕はもう必ず必要だと思ってまして、 えー、ぜひ今回は山際さんにも参加していただきたいっていうことで、えー、引き受けていただいて受けていただいても万々歳っていうところですけどもまあ、今日はそんな話で進めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあね、あの教養のことをリベラルアーツって言いますよね。まあ、自由なアーツなのかな。そのまあ、アーツというのは発想の源泉だと思いますね。 で僕はあの鷲田さんと、まあ、どんな話したかもう忘れちゃったんだけどもとにかく鷲田さんは哲学者ですから哲学者っていうのはロゴスつまり言葉というのをすごく重んじるあの分野の方々ですよね。で僕はねもう言葉からあの完全に離れて言葉をしゃべらないゴリラと一緒に付き合ってきましたからあの、まあ、ゴリラがどういう世界を見ているのか。 作っているのかってことこがが一番関心があったわけですねで人間も実は言葉を持ったのは、まあ、7万年ぐらい前だと言われているので人類の進化700万年のうちの99%は言葉なしで、まあ、暮らしてきたわけですね。でも例えば最初の石器オルドワン式石器というのが見つかるのが260万年前だから造形というのはもっと前から始まってるわけだよね。それから まああの木の道具をあのね作るのはチンパンジーもやりますからね造形というあの能力は人間より以前にあったそれから音楽でもねパーカッションっていうのはチンパンジーもゴリラもやりますからねゴリラはドラミングをするしチンパンジーはあの足で地面を叩いて辺りを叩き回ったりまあ言うならば身体でさまざまな表現活動を行うってことは。 やってるわけでね、まあ、人間は言葉というものを話し出してあの世界世界観を変えてしまったんだけどもそれ以前からある能力を使って言葉の世界になり込んだと思うんですよねあのだからそういうその言葉以前の自由なその世界観というものが言葉によって変わってしまった可能性もある。 そう思ってきて、ね、でそっちの方からそっちの世界から人間というのを見てみるとまたちょっと面白い側面が見えてくるのかなっていう気がしてますけどね小田中を現代美術というふうに、えー、日本語に訳してそれがずっと使われててでその頃のつまり今からもう50年60年前の話ですが、えー、その頃の 現代アートという言葉が示すものっていうのは美術や彫刻や工芸やというふうなジャンルがはっきりしている時代でした。でその頃の現代アートっていうのはそれこそ抽象絵画の最先端のところという時代だったんですけどもその後に あと言ってますその頃にマセル・ディシャンという芸術家が現れてそしてあのこれは皆さんご存知でしょうけども「あのモナ・リザ」の絵はがきにひげを描いたりあるいはあの男性の,あの便器つまりまあ小便をする便器をあの、えー、普通に使う時のか角度からカタンと90度。 背中、壁に当たってる部分を床に置いて、床に接するように置いて、それでこれはもう便器の役割を果たさないっていうんで、でそれに泉というタイトルをつけて展覧会に今出品した。で、そのあたりのディシャンのやったことっていうのは、まあ、その後ももっとももすごいことやりますけども、えー、それをきっかけにして、えー、例えば、いわゆるコンセプチュアルアート、つまり、えー、例えば、あの うんインスタレーションですとかあるいはあの、えー、ああのうんこれが美術ってあの僕らその頃思ったんですけどもいわゆる絵画や彫刻ではない、えー、本当にあの新しいといいますかあの美術とは思えないような作品がたくさん出てきましてでそういう時代の中で あのえー、なんて言いますか政策の自由といいますか、えー、何をどういうことをしてもいいんだというふうな概念がもううんと広まるようになりましたあののさっきの先生の話に戻るんですけどもあの歩くだけでも人間というのは表現をするんだっていう、えー、その言葉に触れたときにハって思うことがありましてつまり表現というのは あの、ジャンルを超えた まあ、現代でいうところのジャンルっていうものを超えて、えー、行われることもっとんと言いますか総合的なと言いますかもうつまりうん俗な言葉ですが何でもありのつまり表現ということを主体に考えた時にはあの絵画とか彫刻とかっていうジャンルにこだわる必要はないんだっていう、えー、そこのところであのなんか僕の気持ちがすっきりしたんです。<laughs> えー、であの 例えば踊りの例が出てきましたけれどもあの踊りっていうのは人を引き込む力があるんだっていう、えー、確かにそうだろうと思います。であのそういう音楽も演劇もあるいはもっと、えー、他のいろんなあのジャンルのことを全てひっくるめて表現という言葉であの表されるようなことを何でも、えー、どんなジャンルでも その人の制作する人の意思で自由であのそれをせは表現に都合がいいことを取り上げてそれで表現すればいいんだということなんだろうと思いました。であの えー、表現ということがそういうことであるならば、えー、もう一つ、あのー、これは常についてもあるんですけども表現する人がいるということはそれを受け止める人がいないと表現の意味がないっていうふうに思うんですけれども、えー、つまり表現とそれを受け止める その両方を相まってその芸術行動ってな意味があるんだろうと思うんですけどこの辺りのことは先生はどうお考えになってますでしょうか私はねあの、うん、芸術というのはそのコミュニケーションだと思ってま,すあのまあ言葉以前に芸術は多分あったわけだしそれはあの世界をどういうふうに感じるかという感性の問題で。 その感性を共有しているからこそコミュニケーションができるわけですね。はい、その中で人間というのは猿から受け継いだ視覚、聴覚、えー、嗅覚、味覚、触覚のうちね、五感ですね、これは。視覚、聴覚というものを、まあ、非常に大きな意味で受け継いでいると思います。まあ、ですから、あの視覚を使った表現というものが、あの とても多様で、どんどん技術によって拡張されている。あとは聴覚ですね。音楽はその典型的な例だし。うんうん、ね、で、これは、あのー、共有しやすいんですよ。あのー、まあ。なんか見たよね。うん、見た見た。あるいは、あれあれって言って、許させば、同じものを見ることができる。これは共有できますよね。で、なんか変な音がするよね。うんうん。 どんなの音っていってこれも共有できるあの感覚ですだけど嗅覚味覚触覚というのはなかなか共有できませんですからこの部分はアートになりにくいまあ今触覚アートってのありますけどねあの近接しなければわからないし近接してもわからない部分があります例えば触覚っていうのは触る方と触られる方と感じが違うはずですよね そういうその行為によってあの、まあ、コミュニケーションを取る部分というのはあのなかなか共有しにくいんですよ。だからあのいわゆる我々が芸術とか美術とか言っているような分野っていうのはまあ基本的に視覚や聴覚を使ったものが多いだろうと思います。それは昔からそうです。それは我々が猿と似た身体を持っているからですよね。あの例えば 嗅覚がすごく鋭い犬だったらあの犬が感じるアートっていうのは嗅覚を使ったアートになる可能性が高いと思うんです。人間の1000倍ぐらいの,あの感受性を持ってますからね。だからやっぱり人間はあの他の動物と違った世界をあの独特な感性でしかも猿と似た感性で認知をしているということだと思いますね。でその中で、まあ、文学にあの 例えばあの代表されるように言葉が入ってきた途端に意味が生じるようになったわけですね。でこの意味の共有というのがあの実はネックになってね同じものを見ているのに違う意味を読み取る人たちがいる。だからあのそういう意味では頭の中の世界と我々が五感で感じている世界との間に齟齬が起こってきた。 まあこれがリアルルととバーチャルっていうう世界だと思うんですよねで今バーチャルの世界がどんどん拡張してますからそこで見た世界がまあどこまでこう我々の身体性にとってリアルなものに移るのかあるいはリアルの世界とど,どの部分で接合できるのかっていうところがねまあ今の,あの我々が抱えている直面している問題じゃないかと思いますね。もともとそれはあの 宗教っていう問題に突き当たるんですけどねリアルっていうのは科学的エビデンスとなる世界なのかあるいは我々が信じている世界なのかエビデンスなんかなくたって信じていればそれはみ,みんなにとってリアルであるんですよね。そこがまあ,あのこの世界の大きな危機感を将来してると思いますね。 今ちょうどあの先生リアルっていう我々の今回のキーワードをおっしゃっていただきましたけどえ山際さんがそのさっきおっしゃったえチンパンジーから受け継いだ我々のその情報の取得するあれでえ視覚と聴覚が非常に重要だでところがもともと我々には五感っていうものがあってて、えー 例えば赤ちゃんがだお母さんがおっぱいをあげながら子供と目をこう対面させて、えー、育てていく、まあ、それが五感の,、まあの最たるもんだと思います、ね、匂いから何から。ところが今特に若い世代の間、まあ、我々の今日のこのオンライン対談もそうなんですけどももう匂いはしない、えー、触ることもできない。えー まあ、味がどうかというのは、山際さんがどういう味するのか知りませんけどまあ一緒に食事をすればね、<laughs> 同じものを食べてると関係がんですよ <laughs> ところがこういうその、いわゆるそのバーチャルといいますか、そのオンライン、す、え、べ、ー、て仕事も会議も友達関係もオンライン、えー、会話はチャットで、えー、ワンフレーズで終わってしまう。 えー、こういう時代に今の若い人たちはどっぷり使っちゃってると思うんですがそ,のそこでその今回、我々テーマにしたそのリアルっていうものをど,どういうふうに山際さんが捉えて、えー、この先って言いますか、まあ、どうなるかは分かりませんけどもどういうふうに現状を捉えて見えるのかっていうあたりちょっとお伺いいしたいですわれはねものを作り始めてからものにメッセージを添えるようになったんですね。 まあ、彫刻家,ま彫刻家特にそうです。だからでもその作者のメッセージとは別なメッセージがそこに付与されることもあるわけです。すで物が残るってことはその物の,の機能とその物を使って何かをする人の行為というものがセットになって伝わっていくわけですよ。例えば石器っていうのはね、あのーまあ、形として残るけれどもその石器を使って何をしたのか。 どっからその石を取ってどのようにその石器を加工したのかっていうところまであの物語として付与されているからね。そこがまずスタート。でその上にそれをじゃあどうやってまた次の石器に結びつけるかあるいは石器ではない他の道具に結びつけるかっていう発想が湧くわけですよね。だから物にあの人間の文化っていうのは蓄積していくんです。同じ形がずっと連続していくわけではなくてその上に新たなイノベーションが加えられていく。 そういうものなんですよね。だから、あのチンパンジーは道具を作るけども、その道具は全然変化しないし、進化しないです。人間の場合には、それがどんどん新しい発想のもとにあの、まあ、改良されて、まあ、良くなるか悪くなるか知りませんけどね、<laughs> あのあの別のものになっていくっていうところが面白いんです。で、ただ、その、なんていうんですかね、あのこういわゆる、 我々が芸術なるものを共有するためには場所を共有するってことがこれまでは必要だったわけですよ。あのまあ展示物ってのは小さいのも大きいのもあるけれども持ち運びできるものも持ち運びできないものもあるけれども基本的に持ち運びしないもんですよね。もちろんその首飾りとかね腕輪とか人の体につけるものは持ち運びできるかもしれないけどみんながそれを見てあの まあ意味を共有するということになるとどこかに展示しなければならない、まあ、今度のキューブもそうだけどねそうするとある場所に多くの人たちが集まってくるということが前提となってるわけだよねコンサートがそうだし音楽を演奏する場っていうのがあってそこにまあ大勢の人たちが集まってそれを一緒に聴いて初めて共有できるわけだよね、まあ、今でこそそのまあみんな,なんか変な機会持ち歩いて あのいつでもどこでも聞いてるわけだけど、そういう時代はもうすん基本的に最近の時代だからね。芸術というのはなんか場所があって場所を共有することによって意味を共有できる、あるいは物語を共有できるというものだったんでしょうね。でそれが実は今の SNS と一緒なんだけれども、あらゆる人が好きな場所でそれを写真で見たり映像で見たり、あるいは 音楽として聴いたりというふうにそのポータブルになってしまったそうするとあの個人個人それその受け取り方が違うわけですよ僕が芸術というのはコミュニケーションだって言ったのはねそれをもとにして人々がその意味を伝え合う中で世界を広げていくというあの、まあ、ファンクション機能が芸術にはあったわけですねそれががもう人,人々が それをもとにコミュニケーションを取り合わなくてもいいような個人的なものに縮小されてしまったっていうのが現代の芸術だと思う。だからリアルのが変わってきたわけですよ。リアルはみんなで共有してるわけじゃない。それぞれの人たちのリアルがあって、あの、完全にバラバラになってしまいかねないのではないかっていう気がしますね。あの、それはね、あの、メディアもそうなんです。これまでは公共圏を新聞やラジオや あのまあ、テレビが作っていていねで我々はそれを受け取るだけだけけったんです受け取りながらそのニュースだとかさまざまに伝えられてくるメッセージをみんなで話し合いながらそれを確かめていたあるいはそれに影響を受けていたところが今我々は SNS を使って発信できるわけですねだからその本当に信頼すべき情報なのかどうかっていう確信が持てないあるいは 自分が好きなニュースだけをあの取捨選択してあの、まあ、基本的なエビデンスに基づいたニュースっていうのは無視できるわけですね。そういう時代になってしまった今として芸術というものの、まあ、受け取り方やその共有の仕方っていうのがドラスティックに変わるんじゃないかっていう気がちょっとしないではないです。さっき桑、ね、原さんがおっしゃったマルセル・デュシャンのね「その泉」っていうあの作品は。 多くの人がそれを見てこれまでのトイレとは違った意味をあの悟ったからこそそこにまあパラダイムの変化みたいなのがあったわけですよね。しかしそれをどう見ようとそのそれぞれの個人の解釈にあのまあ寄っちゃうんだっていう現代の風潮に従えばあれはみんなで共有できないですよね。だからその 非常に危うい世界今だからこそそのリアルとバーチャルっていうもののその接点が重要になってくつまりそれを誰があの演出するのかだから今ね実際は作家よりもキュレーションの時代だって言われているようですねつまりそれをどういう意味付けどういう世界として 展示するのかっていうことの方がその作者や作品よりも重要な時代なのかもしれない。まあまさにコミュニケーションとしてあの芸術を捉えるならば私はまさにそういうことだと思いますねあの。今先生最後に言われたところのお話ですけども、例えばあの,の AIC という展覧会を我々立ち上げたんですけれども、あの。 まあいわばあのキューレーションの方をになることになってると思うんですがつまり作家たち工房をして作品を出してもらってでその作品をどんな位置づけをするのかそれはしようと思えばある程度の位置づけはできると思うんですけれども、えー、そ,そのその、うん 応募作品、まあ、前回前々回700点を超えるような応募作品なんですけれどもその作品の方向づけですとかあるいはその中からどういうものを選ぶかとかいうようなところで、えーまあ、作品を作る作家の制作というのももちろんあのものを作るんですがそういう作品の なんて位置づけ方向づけというふうなことをすること自体もなんか展覧会をいわゆる作るという、えーあのー、言い方ができると思うんですね。ですからあの誰がその何を作ってるのかということが、あのー、昔と違いまして昔はあのーえー、僕も美,美術館の学芸員をしてたんですが、えー、いわゆる名作 をうん、あるテーマのもとに集めてそしてこういうこの展覧会ではこういうことを、えー、見てもらいたいんだということをしてたんですけれども、えー、今の現代アートこれはの現代アートでさっき見ましたように我々の、うん、考えている現代アートっていうのはあのいわゆる、うん、そのコンピューターを使うような ああの作品から、えー、以前の絵画彫刻というジャンルで捉えられるような作品まで全て全部 OK なんですけれどもあのそういう、えーそのまあ、展覧会の位置づけというふうな、えー、ことをしながら、えー、一つの展覧会という一つの作品を作ってるような気分になることもあるんですあるいはむしろそっちを何て言いますか 狙ってるのかもしれないという思いになることもあるんですけれども、うんですからあの今先生言われたようなその、えー、リアルとバーチャルっていうものの、えー、こう考え方というのはそれ自体また非常に複雑だなというふうに思いながらお聞きしてたんですけど、あのね僕はこの芸術祭の大きな魅力というのは。 一つはね。キューブという限定された空間の中で政策をするということのね。だから、もう一つはあの岐阜の人たちと一緒に制作過程を共有するということだと思うんですよね。で、あの実は我々今情報社会に住んでいて、これはあの知識集約型社会とて言いますけど、情報になる部分というのはまあ、ガーファーをはじめとした。it 企業にどんどん吸い取られていくわけですよ。しかし、情報にならない部分がある。 それは、ね、人の考えなんですよね人の考えあるいは人が感じているあの感性これは情報になりませんでその,あのそれが外に出たものが表現だったり形なんですよねでそれを作っていく過程で実は岐阜の人たちはあの一緒に制作過程に参加をしながらあるいはそれを見学しながらその人の 身体や頭の中に潜んでいる感性なり、世界観というものを知ることができる。これは情報にはならないから重要なんですよね。で、これまでの芸術祭だとか、美術展というのは、基本的にその最終制作物だけが展示されていて、そこからその見学者というのは、それを感じることができるだけだったんだけど、まあ、勝手な解釈はも,もちろん可能です。 でもその制作過程そのものが展示されるというのはあのすごいなと思いますね。であのまあ例えば僕直島に行ったことあるんだけど直島はもう世界で有名なあの、まあ、美術家たちがあの芸術家たちが作品を寄せてくるんですね。でも条件がああってあそこは ずっととその作品をを展示すするるいいう約束ししてるらしいですだからもうその未来永劫にわたってその作品が残るっていうでもこれも一つのねコミュニケーションですてねメッセージだと思うんですよ。あのまあ、もちろんルー,ブル,博物ルーブル美術館みたいにねあのもうとにかく膨大なあの作品物があってそれをまあ,あのキューレーターが、うん、まあその 企画に従っっててて展示ししいいく方あるかもしれないけどその場所と風景の中にその作品がずっといるっていうその,あの、まあ、強烈なメッセージっていうのも一つの魅力だと思う。だから岐阜の芸術祭の、まあ、ユニークな点その魅力っていうものがその今の情報社会の中にあって情報にはならない部分を展示するんだっていうこととそれからそのためには 一つのそのまあ条件をつけるキューブって一つの条件だと思うんですけどねあのそこがなかなか際立ってるなとまあ私は思いました、はい、ありがとうございますあの今山際さんお話を伺ってあのいや美術の門外観だからなんてことをおっしゃいましたけど何の何のって話ですけども <laughs> <う> <laughs> いやありがとうございますえっと ちょっと話ずらしてしまうかもしれませんけどちょっと僕をぜひ個人的にお聞きしたいことがあってというのはあの僕らあの、まあ、学校入って勉強するときに「ビースの教科書とか世界「世界史の教科書」の一番最初にカラーページのところに、えー、フランス語のラスコーの壁画とか、うん、スペインのアルタミラの壁画ですね、まあ、まあ古代古代時代の人間が描いたあるいはあのリーベンドルフの「ヴィーナス」って先生ご存知ですかあの ちっちゃいこの石像ですけどもあのちりちり跡までおっぱいがあってお尻つおっぱい出てます、ね、あれがまあ人類最古の彫刻っていう説もあるんですけどもまあ三万年四万年前の話だと思うんですがあれを書いた時のそのまあ初代絵描きさんといいますか彫刻家といいますかあのまあ先生ご専門外かもしれませんけれども あの人たちが何を考えて何を作ったのかっていうのを、うん、これからその若い人たちがねものを作る時の僕根源的なそのモチベーションといいますかその最初のスタートーになると思うんですちょっとその辺あの、えー、山際さんの目から見たものをお聞きしたいなといあ,のあれはす、ね、べて言葉を持ってからなんですねミーロスにしてもね多分4万年前のライオンマンにしてもねライオンマンって頭がライオンで体人間なんだけどね これ4万年前って言われたらってかなり古いんですよ。で、言葉の最初の目的って何だろうかって言ったら、これアナロジーだと思うんですね。あの、模倣なんですよ。で、その前に人間がしていたことは何かって言ったら、憑依なんですよ。例えば、ライオンになってみる。あの、まあ、岩になってみるみたいなね。ただ、それはなかなか表現できなかった。 だからどうやって表現していたかといったら多分踊りです。あのー、まあ今僕がゴリラの調査をしている時に一緒に付き合ってくれている主要最終日のピグミの人たちって、まあ、踊りの天才なんですよね。で彼らはあのー、まあ縁を描きながらそこでまああのー、その日に出会った動物の姿を模倣してみせる。象とかねあのオカピとかね。そういうい 模倣身体で模倣する能力ってその彼らは。でそのことによって自分の体験というのを伝えるわけですよね。ジェスチャーで。でそれは言葉いりません。音楽があればいい。であのもしもちろん火があればもっといいわけですね。火で人々の心を高揚するわけだから。あのそういうものが多分言葉によって意味を与えられて何かをその あの材料にして、それを表現するという技術が現れたんだと思うんですよね。それまでは機能しかなかった。しかしまあ、設計は機能ですからね。だけど、それ以上にその自分たちの願望や憑依したもの。憑依したものというのは、あの単なるライオンではなくて、ライオンのような人なんですよ。例えばね。あの日本で一番古い漫画がありますよね。鳥獣戯画。 でこれもウサギのようでウサギでない、ね、猿のようで猿でないでも形は本当に猿だしあの、ね、身のこなし方もルそっくりなんだけどもでもあれはドラマとしては人間なんですよねだからあの頃の人たちってもうあれは鳥羽総長が描いてって言われてるけども多分あの複数の人が描いたんでしょうあれは猿になった気分ででも人間のことを描いてるわけですよねそれは、まあ、もちろん これは12世紀だからもうずっと最近の話なんだけれどもずっと前も人間って何かになってみたいなってみちゃったみたいなね憑依って言いますかねト,ト,ラントランスですねトランス状態になるということはできたんだと思うまああの今でもじゅ呪術が結構各地にあってで呪術者はあの薬を使ったり ま自分で瞑想にふけったりしながらトランス状態になることができるよね。そうするといろんな動物にもなれるし、先祖を蘇らせることもできる。あっちの世界に飛べるわけですよ。でそういうものをものとして表現し始めたのが言葉を持った人間の芸術表現だと思うんですよね。で、それがヴィーナスだとかライオンマンになって現れたんじゃないかなって気がしますけどね。壁画もそうなんですよ。あれはその ラスコーにしたってアルタミラにしたって洞窟の奥まで入って描いてますよね。実際の動物はいません。だけど非常にまあ成功なあのオオロックスだとかまあ牛,牛の祖,祖,先祖先ですよね。そういうのが描かれていたりあのー、してあれは火を使って壁面を照らさなければ描けないわけでね。あのー、しかもなぜ火の当たる明るいところで描かなかったのかっていうと。 それはトランス状態になれ,なれる場所だったからじゃないかって気がするんですよね。だからまあね、キューブもね、<laughs> そういう条件をつけたっていうふうに僕は思ってるんだけどねそれ。現実とは違う場所っていうのをあのわざわざ空間として密閉空間として与えられてそこで何かを見せる、制作するっていうことが条件付けられてるからこそ人,人はね、 その作者は現実から離れてトリップできるんじゃないかそのトリップしたものを見せていただけるわけでこれはまさにあのラスコとかアルタメロの洞窟的なと一緒じゃないっていうのを <laughs> 思わないではないですねいや今すごいいい解釈を聞きしましたね改めてですねあのこの解釈非日常っていう言葉をねよく言いますけど本当まさしくそのトリップしてこううん いいや面白いですね、えー、いやそもそもね芸術ってねあの晴れの世界なんですよ。うん、我々日常的家の世界にいますでしょ。だから晴れの世界っていうのは基本的に例えば日本で言えばねあの里と、まあ、森や山に分かれていたわけね。でその境界というのが里山であったり海岸であったりした、まあ、あの海も神様の住む世界ですからねねででも、ね、そのキリスト教世界ではね。 そこを地続きじゃないんですよ天と地は分かれていて人間は死なないと天に行けないわけだでもあのこう日本人的感性で言えば里山を越えて森に入れば森に入ればそこは毛の世界でね山に登れば山岳信仰で言えば神様の世界でそこは生きていても行けるんですよあのそこがね全然こう世界観自然観が違うところでねだから何て言うかなあの 西洋の教会っていうのは天に向かってどん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 伸びてるでしょあのところは日本のね神社っていうのは基本的に平屋なんですよ。あの別に高くする必要がない。まあ五十の塔みたいなのありますけどね。あれはあの教会の先頭みたいなのと違うんですよね。で神様の住む世界は奥にある地続きなんですよ。これが面白いところだよね。 いやいやい,やいやこう,いうこういうお話を聞いたら、いやだからその、今のね、あの、まあ、宮崎駿とかねあの、アニメーションがすごく海外で流行ってるでしょ、あるいは日本の漫画、これはね、大変僕は面白い現象だと思っていて、日本の漫画はね、パラレルワールドを描くんですよね。 あのまさに身近なところにあの世があってあるいは別世界があってねそこを人間一きすることもできるでとりわけね幼児は子供はね簡単に一きしちゃうんですね大人になったらなかなか一きできないけどそういうあの世界観を日本人はずっと持ち続けていてでこれはねキリスト教の世界とは全く違うんですよねであの、まあ、子供は菩薩さんが守ってくれる仏教でもそうなんですけどね であのそのアニメーションのパラレルワールドがヨーロッパ世界にどんどん浸透し始めたっていうのは一神教の世界で物足りなくなってきたんでみんなねパラレルワールドの方が幸福感が得られる例えば村上春樹の挑戦があんだけ受けるのはね村上さんはずっとパラレルワールドを描き続けているんですよそういう世界観って欧米にはなかったと思うね だからあの今、アニメーションとか、まあ、ロボットもそうなんだけどね、日本人のロボット感っていうのは、やっぱりロボットを人間として見ちゃうんですね。あるいは、その、まあ、日本はずっと家畜文化がなかったから、その、まあ、家畜のお乳とあの肉を利用するっていう文化がなかったから、まあ、家畜をねまあ人,人間とほぼ似たように扱ってきたわけですよね。あの、まあ部のま東北の生まれだとそうだし。で それがこうずっと家畜をその肉になりお乳になり利用してきた西洋の文化と大きくたもとを分かすところでねその動物観っていうものも随分違うんですよあの。西洋では動物は絶対に人間に変身することはできない。でも日本ではね簡単に変身してしまう。しかも結婚して子供まで作っちゃうわけでしょあの昔話で言えばね。うん で西洋では絶対そのがあり得ないわけですよ人間があの神様や悪魔の力によって動物に変身させられちゃうことはあるけれども動物が人間に変わることはありえないわけでねあのそういう世界観の中であるいは、まあ、生命観の中であのいろんな創造物を作ってきたのと今だんだん西洋人は解き放されようとしてるんですよでその解き放される あのきっかけとなったのは日本の,、まああのまあ、漫画やアニメーションであってねでそれは19世紀の終わりにあのジャポニーズムがあの西洋に浸透したのと似たような現象だと僕は思いますけどねつまり日本人にとって何でもない日常的なあの話がしかも芸術でも何でもないものがその向こうに行ってあの大きな触媒作用を作って で向こうの思想や美術界を変えた、ね、えあの最初のジャポニズムだって西洋に渡ったのは決して絵画ではなくて扇子やうちわに描かれたあの浮世絵だったわけでしょ作者も全然わからないぐらいのものですよね日用品ですよそれが西洋であの奥様方の寝室に飾られることになったおかげで鑑賞物になり そこに描かれた絵が注目されて、これは一体何だって話になって、で、ね、ゴッホとかゴーギャンとか、あの、マネとかモネとか、そういうのが、どんどん日本の、あの、まあ、海外に憧れて、向こうの描き方が変わっていった。それに触発されて、ね、あの、まあ、ニーチェとかね、あのまあ、思想家まで考えを変えた。あるいは建築家まで。 考えを変えたっていうね。現象があの一斉に起こるわけですよ。まあ、日本はとこと全く関係なくやってるわけだけど、だから面白いなと思うんですよね。日本にとっては当たり前の日常的な作品が向こうではすごく注目されて、あの大変動を起こすってことがあり得る。そこに日本人はなかなか気がつかないんだけど。あのまあ、今日本でいろいろあの。 各地で行われている様々な芸術祭例えばあの平田織田さんがね今度あの豊岡市で公立大学を作ってあそこに世界中の,あのパフォーマンスアートアーティストを呼んできてであの日常的な練習風景をあの街の人たちに見せるっていうことを始めて,てちょっと僕はこの岐阜の芸術祭とあの似たような雰囲気を感じたんですけども。あの そういう中にその日本的な感性をあの入れていくあるいは日本的な感性に気が付いていくっていうプロセスがそこにあるんじゃないか。あの最初に言ったようにその芸術家の身体あるいは頭の中に眠っている感性っていうのは我々は情報にならないから分かんないんですけどそこと我々日曜人があの、まあ、持っている日常的な感性が触れ合った時になんか 新しいものが生まれる可能性があるなと思ってるんですよね。これがなんか、こう、新しい未来の出発点になるんじゃないか。まさに、あの、パフォーマンスアウトもね、あるいは、その、なんていうんですかね、あの、美術や音楽にしても、まあ、これはやっぱコミュニケーションなんだって思わないといけないんじゃないかなって気がしますけど。 先ほどちょっと遡りますけども先生があのキューブのことにの解釈にあの触れられてこれまであのまあいろんなあの審査員の方々応募してきてくれた政策の方々も含めてですねああいうふうにこ AIC のキューブを解釈された方は初めてでとても興味深かったんですけれども。<laughs> ただあの、えー、大雑把な言い方になりますけどもあのキューブという一つの制限まああのこの点なんかが キューブという制限と、それから一つのテーマ、今回はリアルの行方というテーマですけども、この二つだけがいわゆるこの展覧会に課せられた制限でして、あとはもう全く自由なわけで。で、その制作する人たちもあの、このキューブというものをどう解釈するか、どう、えー、制作と関連づけるかというふうなところで、二つに分かれます。 今までのところは審査員の方々もそのキューブをすごく意識して審査される方とそれからそうでない方とつまりキューブの中の空間だけの問題として考えられる方と大きく2つに分かれてきたと思うんですけれどもそれに先ほどの先生のお話は全く新しい視点を与えてくれたんだと思って本当に面白く聞きました。 うん、もう一つ付け加えるとねあのキューブというそのまあ直方体ああのまあ、正方体っていうかな立方体っていうかそういうその空間というのはあの数学なんですよねこうあのもともと数学の基本は幾何学から始まってでそのなぜ幾何学が出てきたかっていうとあのそういうものはあの 自然界に存在してないわけです自然界っていうのは直線ないわけだし直角はないわけだしでだけどそれをその描いてみると法則性が出てくるでこれは神の技であってねで神の作ったこの世界を理解するために数学って出てきたんですでそのためのモデルなんですねでだからキューブっていうのはある意味その自然界に対する挑戦でもある <laughs> でその神の領域と自然というもの、これはあの西洋の考えでは、この自然というのは神が作り出したもの。しかし、自然は勝手に動き出して、そのあのまさに反乱を起こしつつあるで。そこにキューブという、これはもう自然界にはありえない、だけど、神の領域における空間というのを作り出して、そこで新たな反逆を、まあ、起こさせるっていう仕掛けなんだと。 まあ拡大解釈をすれば言えるんじゃなないかつまりこの我々があの今迎えようとしているのはカオスですよ何でもありだけどそこにまた新たにあのまあモデル的な自然界にはありえない空間というものをこの持ち出してきてでそこで新たな創造性というものを発揮してくださいというあの挑戦をあの 提案するあの実はキューブっていうのはね建築の基準なんですよ。今の家ってみんな四角いでしょであのこの四角さを破ったのはあの、まあ、実はコンクリートなんですけどねだからあの安藤忠夫さんの,あの建築っていうのはとにかく曲線だとかあの直線を自由自在に張り巡らしてすごい造形を作りましただから20世紀の建築はコン,コンクリートの建築といってもいいんですよ。でこれは まああのー、コルビジェがねあの機能というものを重視して、あのーまあ、作り出したことが原点なんだけどでもあの結果としてね都市の建築はみんなあの立方体を組み合わせたものになっちゃいました。これは面白いんですよねあの。円形っていうのはね方向性が保てないからあの住んでる人にとってはあの不安を感じるんですよね。 おそらくで四角いものっていうのは方向性ができる。で、あの、なんていうんですかね、こう、その中に住んでるものとして、あのこうこうい,いわゆる規則というのが分かる。縁というのはね、それを全部吸収してしまいますから、あの難しいんですよ。だけど円を 対応しているところってどこだか知ってますか、神殿なんですよ。神殿はね、上に方向性を、あの、持つだけだから。あの、周りにほ、方向づけを、あの、し、したくないんですよね。だから、そういうものを作ったんだと思うんですけど。でも、日常生活っていうのは、あの、まあ、特に日の上がる方と日の沈む方と。あの、一日の時間の割り振りっていうのが、あの、できてますから。 それを四角という形で表現してそれを割り振るっていうのが人間の暮らしにとってはあのまあ安定したやり方なんですよ。しかも隣近所っていうのは全部方向性決まってるでしょ。でとりわけあ,のある時代から道路に沿ってあの家が作られるようになってこれはもうあの基本的にあの入口出口が道路,道路に向いてるっていう話になるからこれは四角でつなげないと なかなかあの作れないっていことがあって四角が、あのーまあ、基本的な建築の材料になったんだと思うんですよねでもねそこをあえて出して反逆させるっていうのがあの面白いなと思うんです <laughs> 三角でもなければ円でもない旧でもない四角だっていうのがねこれなんかやっぱ最初目論ろみがあったんですからそれ聞いてみたかったんだけど「旧」にしたのはなぜか <laughs> あのよろしいですかあの僕の学生時代ぐらいだったと思うんですがあのホワイトキューブという言い方がありましてこれはあの美術の展覧会作品並べる場所としてどうなんだと、まあ、ホワイトキューブ美術館とか画廊ですねまあ、まあ、言ってみれば無品室みたいなもんですよ、えー、そういうところにその芸術奏籠でこう作品を並べるっていうのはどうなんだっていうこうハテナマークがついた っていう、まあ、議論がいろいろありまして、町に出ようとか、なんとか、まあ、そういう時代でもあったんでしょうけども。まあ、そこからの、まあ、逆転に取った、今回の提案っていうこと、でもあります。まあ、いろいろな他の制約をうまくまとめ上げたっていうことも、裏話としてはありますけども。うんなるほど。はい。<laughs> いや、結構深い意味が、ありそうな気がするけどね。えー、あのー、まあ、後付けになりますけどね、いろいろ面白い、それこそ、今日。 新しい解釈トランスできる場所ではないかみたいな解釈も非常に面白い解釈だと思いますしあとあの今直線はその自然界には存在しない、えー、山際さんが屋久島がを歩かれる時に一番近道は直線ではなくて実はその猿たちが歩いた道の曲がりくねった道だみたいなことを話されたと思います。それがね実はあの その我々にとってのリアル、真実ってのは何かっていうところのちょっとお面白いヒントになりうるのかなっていう気はしますね、その、うん、直線だけが正解ではない、えー、っていうものをキューブの中でどういうふうに表現するのか、えー、その神の領域と実続きという文化を持った日本人がそこに何を見るのか、もちろん海外からの参加も期待してますけども、っていうようなことを今、思ったところです、うん、だからね僕はあえて言っちゃうとね、 そういったキューブというのはあの今の現代世界のね効率と生産を重視するあの、まあ、社会観を体現してるなって気がするんですよね。うん、何でも近道を行って効率よくしたいこれはもうだからあの、まあ、全ての建築っていうのはそういうふうにあの効率よく人が歩けるように。 設計されてるわけだよねぐるぐる回りしたり寄り道をしたりことす,することは無駄ですというふうに言ってるわけです。だけど無駄こそが生物としての、まあ、生き方であるし無駄こそが新しい発想を呼びその,あの効率によって引かれた効率を重視して引かれた線や空間というものをぶち壊すことこそがねあの生物の営みであると。 そうそう,そうそうそう、うん、だからアートは直線的でもなければ平面的でもないわけでねそこをまあむしろ強調してほしいなっていう気がするね <laughs> いやまさに効率生産性と叫ばれて大学運営をしてきた人にとってみれば <laughs> それはもう嫌だなっていう気がしまするからいや面白いお話伺いました